駄なあがきだ、魔法使いよ。魔力容量が違いすぎる。アーティファクトはまだか。あと少しだ、あと少し。子供たちはどうだ。よく寝ています。強い子だな。アイシャ、もう少しだ。辛抱してくれ。はい。砕け散るがいい。大丈夫か、ウルラス。大丈夫だ。それよりも、ああ、どうやら準備完了だ。アーティファクトイグニ、すべてを焼き尽くす灼熱の赤よ。我に邪悪を退ける力を。アーティファクトテッラ、天空を吹き渡る風の木よ、我に邪悪を退ける力を。アーティファクトシルバリネ、命を育む豊穣の緑よ、我に邪悪を退ける力を。アーティファクトアクエレン、あまねく大いなる海の青よ、我に邪悪を退ける力を。無駄だ。いかにアーティファクトといえど、それぞれの力をぶつけるだけでは我には通じん。どうかな。アディ、起きなさい。アディ、アディってば。アディ、起きなさいってば。アディ、アディ。どうしたの。サイヤか、びっくりした。何よ、人の顔見るなり悲鳴あげて。いや、なんか変な夢見てたんだ。夢？でっかい魔物が俺につかみかかってくる夢。変なの、魔物なんてこの森にはいないじゃない。そうなんだけど。もうアディっては子供なんだから。ちょっと怖い夢を見たくらいであんなに大きな悲鳴あげて。お、笑うなよ。ちょっと年上だからってすぐお姉さんぶって。だってお姉さんなんだもん。血は繋がってなくてもアディは私の可愛い弟。デブ。ちょっと子憎らしいけど。いった、何するかな。つまらないこと言ってるからよ。グーで殴るかな。グーで。何ブツブツ言ってるの。なんでもないよ。あ、そうそう、お兄様が呼んでるわよ。お師匠が。うん、早く行ってあげて。ああ、また修行か。頑張ってね。お兄様、アディ起きたよ。起きたか、この寝坊助。おっしょ、おはよう。おはよう、じゃない。痛い。グズグズ寝てるんだ。もう日が高いぞ。なこと言われても毎日の修行は。修行の量が足りない。じゃあ今日からは素振り一日5000本だな。だいたいなんで魔法使いのお師匠が俺に剣を教えてるんだろう。ん？お前今なんで魔法使いの俺がお前に剣を教えてるかって思ったろ。
そういう疑問はせめて俺の一撃をかわせるようになってから言え。ああ、言ってないのに。でも、思ったろ、うん、ほら、とっとと行ってこい。朝の修行だ。でも、師匠、修行ばっかり。俺、冒険に行きたいんだよ。まだお前には早い。小さい時にお師匠が話してくれたような冒険がしたい。そのためにはもっと力をつけないとな。ああ、ほら修行だ修行。はい。でも朝ごはんは修行が終わってからだ。あう、サボったら飯抜きだぞ。かー、了解だよお師匠。早いもんだな。あいつを引き取ってからもう14年か。お兄様、ちょっとアディに厳しくない？サイヤはアディに甘いな。だって可愛い弟分ですもの。厳しいか。そうだ。なんでもない。それよりサイヤ、お茶のおかわり。はいはい、お兄様。
とついでにイノシシも飼ってこいって。イノシシ？今年はちょっと増えすぎて作物を食い荒らしてるんだって。手土産にはちょうどいいだろうって。俺一人で荷物持つんだよね。私みたいにか弱い女性に荷物運びさせる気？か弱い？あうぅぷんぷん、か弱い乙女にひどいこと言うからよ。か弱い何か？あいたいた。結構数が多いよ。私たちだけで大丈夫かな？平気さ、伊達に毎日鍛えられてないんだよ。じゃ、お手並み拝見。やったお見事。こんにちは、モーさん、野菜取りに来たよ。おお、お揃いできたな。遅かったな、お前ら。え、なんでおっしょうが？気にするな。おお、なかなか見事なイノシシだな。モーさんにお土産だよ。おや、イノシシか。畑を荒らすんで困ってたんだよ。イノシシ鍋だな、今日は。わしが作るのか？ここに誰がいるっていうんだ？お兄様。ん？すみません、いつも。はははは、構わんよ。じゃあ一緒に作るかね。はい。ごちそうになるとするかな。おっしょ、自分から催促しといて。文句があるならお前は食うな。あう。アーティー、こぼしてるわよ。もうこんなに散らかして。お兄様もなんとか言ってやってください。ん？もうお兄様もこんなに散らかして。揃ってこんなにだらしないのかしら。これは、今日が悪い。お前、これやろよ。あお。言ってえな。口の中に物を入れて意思を疎通しない。全く行儀悪いんだから。賑やかなことだな。食った食った。ごちそうさまでした。でした。さて、俺はちょっとモーと話がある。お前らは先に帰ってくれ。はい。はーい。ちゃんとサイヤを守ってやれよ。わかってるよ、おっしょ。それじゃあね、モーさん。野菜、ありがとうございました。ああ、気をつけてな。なんだね、深刻な顔をして。20年前の因縁が動き出している。俺に万一のことがあったら、あいつらのことを頼んでいいか？タリス。何？この天才魔法使いに万一のことなんざあるはずがないがな。念のためだ。お前は一人で何でも背負い込みすぎる。わしにできることがあったら何でも言ってくれよ。ああ、頼りにしてるぜ。早く寝るのよ。明日またお兄様にしごかれるんだから。オッケー、わかってるよ。じゃあ、おやすみ。おやすみ、サイヤ。
眠れないのですか？ジムザを殺した。そうですか。よく笑うやつだった。俺の17人目の剣の士だった。俺がやつを超えた。だからいつも通り殺した。ルーク様、おつらいのですか？俺のことを好いてくれるあいつを殺した。だが涙も出やしない。ルーク様、おつらいのですね。うるさい、人形のくせに。申し訳ありません。目の前に立たれると邪魔だ。申し訳ありません。ティア、ここに座れ。たった一人の俺の片割れを殺すために、俺はあと何人の死を殺すのだろう。大丈夫です、何も心配はいりません。もうすぐ終わります。ここは暗いな。それに寒い。ルーク様、いつもおそばにおります。ティア。4999! 5000! よし、休憩だ。おっしょ、クタクタで腹ペコだよ。修行が足らんな。おっしょ、厳しいよ。厳しくない修行なんざこの世のどこにも存在せん。あほら、うなってないで続きだ。俺はちょっと用事があって出かける。サボるんじゃねえぞ。5003。はい、よし、じゃあな。5004。でもなんでこんなに鍛えないといけないんだろう。5005。この森はこんなに平和なのに。お師匠には悪いけど、ちょっと休憩してもいいよね。こんにちは。おお、アディボーカー、よく来たな。モーさん、なんか食べるものない？この万年血色児童め、ほれ。あーい。今日はもう修行は終わったのかい？ねえ、モーさん。なんだね。お師匠はなんで俺に修行させるんだろう。この森はこんなに平和なのに、俺自分の身を守れるくらいには強くなってるのに、お師匠はもっともっと強くなれって言うんだ。変だよね。それは難しいな。知ってるか、タディボ。ん？タリスはな、お前の飯を抜いた時は自分も食べてないんだよ。あいつはそういう男だ。そんな、だってわしがあいつと知り合ってそろそろ15年になる。タリスは必要のないことはさせないし、タリスがそうしろと言ったのなら必ず意味はある。わしはそう思うよ。こんにちは。うわ、サイヤ。アディ、なんでここにいるの？修行は？もうダメじゃない。お兄様がいないからってサボっちゃう。あう。まあそう怒らないでやってくれ。モーさんもアディに甘いんだから。そういえばお師匠どこ行ったの？お
兄様は町に行くって。町？私も行ったことないんだけど、大きい町らしいよ。へえ、俺も行ってみたいな。二人とも町に行ったことはないのかね。おお、モーさんはあるの？もちろんだよ。セルリアの町は結構近いしな。ん？あれって燃えてる。山火事かな。家の方よ、あれ。ああ、大変だ。急いで戻りましょう。うん。おい、待ってくれ。わしも行くよ。アディ？お前ら、何してるんだ？ああ、ふん、ガキか。俺たちは仕事してんだよ。おとなしく引っ込んでな。仕事？森に火をかけることが？せっかきだぞ。なあ、あんたたち、何の目的があってこんなことをするのか知らんが、もうやめて帰ってくれんか。何言ってやがる、この牛野郎。ミュウ、無意味な戦闘は避けるべき。仮面野郎は黙ってな。モーさん、アギ坊もそう生きり立つな。わしは争い事は好かんのだ。とにかく森を荒らすのはやめてください。うるせえ、このアマ。この子たちに乱暴するんじゃない。面白い。俺は強いやつが大好きなんだぜ。勝負だ、牛野郎。やむを得んようじゃな。モーさん、やるよ。うん。サイヤ、サポート頼む。わかったわ。あの子供、反応がある。もし私は引く。これは無意味な戦闘だ。ここら辺が潮時か。目的のやつもいないようだしな。おい、タリスという魔法使いに伝えておけ。俺たちはお前を逃がさないってな。牛野郎、この勝負は預けといてやるぜ。あ、待て。アディボ、深追いはいかん。うん。派手に焼けちゃったわね。ああ。お師匠に怒られそうだよ。大丈夫よ、私たちのせいじゃないんだし。だといいけど。ご飯抜きとか言われたらどうしよう。アディ言ったらそればっかり。だってなんだこりゃ。お師匠。お兄様。アディ、サイヤ、説明してくれるか。それがね、なるほどな。そいつらは俺を探していたんだな。うん、うん、うん。お師匠？なんでもない。今日はお疲れだったな。うん。サイヤもだ。はい。アディ、起きて。眠いよ、サイヤ。いいから、これ見て。何これ。手紙？お兄様の置き手紙。お師匠の手紙？アディ、サイヤ、黙って旅立つことを許してほしい。昨日の一件は俺につきまとっている因縁だ。
お前たちを巻き込みたくないので、旅に出ることにする。この森に結界を張ったので、この前の連中は近寄れないと思う。いつ頃戻れるかはわからないが、おそらく一月はかからない。戻ってくるまで、二人で元気にな。くれぐれも森から出ないように。何かあったら、モーの奴に相談するといい。じゃあな。タリス。追伸、アディへ。修行サボるんじゃないぞ。おしょう、ひどいや。アディ、ひどいよ。あのね、お兄様には考えがあって、私たちを。自分だけ冒険に行くなんてずるい。え、サイヤ、俺たちも行こうよ。行こうってどこへ？おしょうって冒険だって、お兄様がどこに行ったかなんてわからないのよ。だったら探しに行こう。俺たちだってきっとおしょうの役に立てるよ。でも…ねえ、サイヤ。サイヤはおしょうのこと心配じゃないの？それは、もちろん心配だけど…だったら行こう。サイヤ、しょうがない子ね。じゃあ…でも今日はダメ。ああ…明日、モーさんに相談してみましょう。ね、わかった、きっとだよ、約束だよ。はいはい、じゃあおやすみね。お前の片割れを見つけたぞ。小賢しい緑の守護者が隠していたようだ。そうか。どうした、震えているぞ。震える？怖い？俺にそんな感情はない。お前たちがそう作ったはずだ。そうだったな。夢を見る、愛され守られている夢だ。そうだ、奴はお前からそれを奪った。奪い返すがいい、本当のお前を。俺に指図するな。俺は俺の好きにやらせてもらう。よかろう、好きにするがいい、ルーク。ルーク様、悲しいですか？ティア、俺には悲しみという感情はない。ルーク様、苦しいですか？ティア、俺と同じだな、お前は。ルーク様。お前だけだ、俺の味方は。ルーク様、お世話いたします。アディか。俺はお前を倒す。必ず、必ずだ。地図だった。
慣に従っていくのだ。いよいよ道に迷ってる感じなのだ。アディ、どこ行くの？モーさんに会いに行くんだよ。昨日行ったろ？なんか雰囲気が悪いのだ。ピーチ、おや、アディ、サイヤも。ちょうどよかった。今からモーさんの家に行こうと思ってたんだよ。姫？人が襲われてる。大変、助けなきゃ。大丈夫？モンスター？なんでこの森にこんなものが。こっちに来て。なんだか助かったのだ。ありがとうなのだ。危なかったな。でも変だな、この森にモンスターだなんて。そうね、この前のことといい、なんだか物騒ね。タリス、お前の思った通りのことが起こっているようじゃ。あなた、どこから来たの？ラビーはセルリアの町から来たのだ。ラビーちゃんって言うんだ。町から来たの？なんでこの辺鄙の森に？ここにいるタリスという魔法使いさんに手紙を渡しに来たのだ。お師匠に？お兄様に？ここはタリスさんのお家？ラッキーなのだ。で、タリスさんは誰？俺、アディ、タリス師匠の弟子だよ。サイヤよ。モーじゃ。タリスさんは？師匠はしばらく帰ってこないんだ。旅に出てるの。ラビー、骨折り損？ああ、泣かないで。どうしたもんやら。落ち着いた？で、ラビーは誰のお使いでここに来たの？アイシャ様。アイシャ？知ってる？うん。モーさんは？アイシャ、予知者アイシャ様か。知ってるの？有名な預言者だよ。なるほどな。なるほどって？いや、なんでもない。歯医者様はすごいのだ。なんでも知ってるのだ。なんでも？うん、なんでも。お師匠の行方もわかるかな？アディ、歯医者様ならきっとわかるのだ。俺、町に行ってみる。行ってみようよ。でも俺、行きたいんだ。昨日の夜も言ったけど、俺、行きたいんだ。お師匠のことも心配だし、それにこの子を一人で返せないよ。一緒に行くか、ラビ。わーい、一緒なのだ。サイヤ。まあ確かに、その子を一人で返すわけにもいかないわね。やれやれ、それじゃわしも付き合うわけにはいかんな。モーさん、お前たちだけで森を離れさせるわけにはいかんじゃろう。ありがとう、モンさん。じゃあ、明日の朝には出発だ。急いで準備しなくちゃね。待ちか、おいしいものあるかな。いっぱいあるのだ。ランラリンラリン。アディ、あんた本
当にお兄様の行方が心配なの？俺、旅の支度しなくちゃ。おしょ、俺行くよ。怒るかもしれないけど、俺だけ安全なところにいるなんてやだよ。おしょ、行くからね。待っててよ。セルリアはこの近辺ではかなり大きい町だからの。こっちなのだ。はぐれると大変だからちゃんとついてくるのだ。はーい。いらっしゃいいらっしゃい。焼きたてだよ。うわー、美味しそうな串焼き。アディ、よだれよだれ。あう。遅れない。ただいまなのだ。あ、マギさん、ご苦労様。歯医者様。手紙は、そう、いらっしゃらなかったのね。まだ何も言ってないのに。そこにどなたかいらっしゃるのですか。もので気がつきませんでした。そんなに綺麗な目なのに見えないの？ええ、普通の人のようには見えませんが、普通の方には見えないものが見えますわ。あなた方はタリス様にゆかりの方々ですね。ようこそ愛者の館へ。ああ、何にも言ってないのに分かっちゃうんだ。私は予知者、アイシャ・ラ・マクリーンと申します。はじめまして、タリスの妹でサイヤと申します。もうじゃよ。アディです。タリス師匠の弟子です。アディさん。ん？あなたが。そうですか。俺、どうかしましたか？いえ、何でもありません。さて、ご用は何でしょう？アイシャさんは何でもわかると聞きました。だから、お師匠の行方を探してほしいんです。アリス様の行方ですか？難しいですね。少し時間をいただけますか？どれくらい？そうですね、夕方くらいには結果が出ますから、またおいでくださいな。じゃあ、それまで町を案内するのだ。部族がこんなところでうろついてんじゃねえよ。なんとか言えよ、おい。にらみつけやがって、嫌なガキだぜ。
お前ら、女の子に何してるんだ。なんだお前、こいつの仲間か。お師匠に教わったんだ。女をいじめるような奴は男のクズだって。助けてくれる。あ、なんだと。やっちまえ。覚えてろ。オッケー、覚えとくよ。怪我はない？あんな奴ら、私一人で十分だったのに。おせっかいだったかな。ごめん。なんで謝るの？変な奴。だって、俺、アディって言うんだ。お前は？無口な奴だな。ああ、でもサイヤみたいにうるさいのよりはずっといいや。サイヤ？俺のお姉さんかな。兄弟がいるんだ。ああ。私にも兄貴がいるけど、やっぱりうるさいよ。やっぱり。夕焼けだ。喧嘩しているうちに時間経っちゃったな。変なやつね、あんたって。私、赤い髪の一族なんだよ。それがどうしたの？それがって。髪の色が赤いとなんかいけないのかな。だってあんたの一族は不吉の一族だって。何それ、全然知らないよ。綺麗な赤なのに。え、赤い髪の毛、夕焼けの色だ。綺麗だよね。夕焼けの色。うん、夕焼けの色。あ、笑った。お前やっぱり変なやつだ。そうかな。バニティ。あ、私、バニティって言うんだ。アディ、まただ。あ、またね、バニティ。バニティ、バニティか。わあ、こんなところにいたのだ。アディ、アディ坊、探したぞ。ああ、赤の部族？うん、確かにあんまりいい噂は聞かないの。盗賊団に入っていたり、他にもいろいろ悪いことしてるのだ。バニティはいい子だったけどな。お待たせいたしました。少しですけど、お教えできることがあります。さすがはアイシャ様なのだ。それじゃあお師匠の行方が分かったの？そのことなんですが、タリス様の行方を話す前に皆さんに話さなくてはいけないことがあります。何？皆さんはアーティファクトと呼ばれる魔法工芸品をご存知ですか？お師匠に聞いたことあるよ。あ、私も。でもよく分かんなかった。この世界の始まりからお話ししないといけないみたいですね。世界のすべてはエッセンスでできています。そのエッセンスには4つの種類があります。すなわち、火のテッラ、青のアクエレ、赤のイグニ、緑のシルバリデの4つ。そして世界もまた、我々の住むこの世界だけではなく、エッセンスプレーンという純粋にそのエッセンスだけで構築された異世界があり、我々が住むこの世界はその4つのエッセンスプレーンの交わるところだとされています。そしてエッセンスプレーンにはそれぞれ世界種がいて、彼らが
我々の住むこの世界を作り上げた。伝説ではそう語られています。さて、エッセンスプレーンの世界種がこの世界を作り上げるときに使われた道具がアーティファクトと呼ばれる魔術細胞です。彼ら世界種は自分たちの世界の中継点としてこの世界を作り上げた後、アーティファクトをそれぞれの守護部族に守らせました。なぜならアーティファクトには強大な魔力があり、それを手にした者は万能の力を得ることができると言われているからです。悪い奴に使われないように守ってる人たちがいるってことだよね。そうです。現実にかつてアーティファクトを狙って異世界から魔物たちがやってきたことがあります。それでどうなったの？守護者たちとの激しい戦いの末、魔物たちは封じ込められたそうです。今でもアーティファクトを狙う者はいます。そう数は多くないにせよ、例えば黒の同士。黒の同士？強大な魔同士です。かつての魔物との戦いにも関係したとか。そいつはアーティファクトを狙ってるんだ。ええ、私はそう聞いています。実はそのことを警告するためにラビーに手紙を託したのですが、少し遅かったようですね。じゃあ森を焼いたのはその黒の同士の一味ってこと？まず間違いないでしょう。でもなんでお師匠がそいつらに狙われるの？タリス様はアーティファクトにゆかりの深い方なのです。ゆかり？ええ、詳しくは申し上げられませんが、タリス様の行方はアーティファクトと関係があるのは確かです。タリス様を探すということはアーティファクトの守護部族を訪ねるということになるでしょう。じゃあその守護部族の集落に行けばお師匠に会えるかもしれないんだね。ええ、ウィジャ版にはそのように出ていますね。じゃあ行こう。え、そんな簡単に決めて。ここまで来たんだ、行こうよ。そうおっしゃると思いました。え、私からもお願いします。守護部族を回って警告をしていただけませんか？アーティファクトを狙っている者が動き出していると。うん、OK だよ、任せておいて。しかしそれは危険なことでもあります。危険？おそらくアーティファクトを狙う黒の同士と敵対することになるのですから。平気だよ、そいつが悪いやつなら俺もお師匠も負けやしない。わかりました。それでは私もアーティファクトを狙う者たちについて調べておきます。うん。では一番近い守護部族の住まう場所はハイランディア山。ハイランディア、空に近き部族、木のアーティファクト、テッラを守護する翼の部族に警告をしてあげてください。私が行ければ良いのですが、この目ゆえにこの場所を動くことができません。代わりにこの手紙を持って行ってください。2通あります。テッラの守護部族とアクエレの守護部族の王さんに渡してください。2つ？アーティファクトは4つじゃないんですか？イグニのアーティファクトは失われました。シルバリデのアーティファクトはおそらく世界で一番安全な場所にあります。ですから狙われるとするとその2つなのです。了解。じゃあ手紙は私が預かりますね。アディじゃどっかにやっちゃうでしょ。ああ、街で旅支度を整えたら出発じゃな。待ってください、皆さん、この子も連れて行ってくださいませんか？ラビーを？一人前の魔法使いです。きっと役に立ちます。お役に立つのだ！うん、行こう。アディ、危ない旅かもしれないのよ。大丈夫。ラビー、いいの？ラビーはアディやサイヤやモーさんと一緒に行くのだ。お
思ったよりも長い旅になりそうじゃな。アーティファクトの守護部族を訪ねる旅、お兄様に会えるといいけど。この旅は皆さんが考えているよりもずっと重大なものです。皆さんの未来に世界種のご加護がありますように。行ってくるね。JP、 ここにお前が見つけた例の子供は捕らえよ。ただし殺してはならん。あの少年を殺すのはルークの役目だ。かしこまりました。それからアーティファクトテラだが。分かっております。では行け。は、気に入らねえな人形野郎だ。何企んでやがる。来たか、ミュオ、バニティ。ウルラ様、ご用ですか。アーティファクトテラ。木のアーティファクト。翼の部族が守っているあれですか。奪ってこい。四つのアーティファクトが我らには必要だ。それから、シルバリデの森にいたという少年。あのガキがどうかしましたか。アディとか言ったか。できれば捕らえてこい。アディ、なんであんなガキを。私の言ったことが聞こえなかったか。は、はい。下がっていい。は。また戦うの。そうだ、俺たちはウルラス様の理想のための道具だからな。私嫌だな。バニー、人が傷つくのも傷つけられるのも嫌だよ。バニー、忘れたのか。ウルラス様は赤の部族の生き残りたる俺たちを拾ってくれた。その恩を忘れるわけにはいかん。行くぞ、ハイランディアさんだ。アーティファクトを奪い取る。疲れたのだ。山道が続くものね。この山に翼の一族が住んでるってのは確かなんだろうね。歯医者様が言ってたから間違いないのだ。アーティファクトか。お師匠も関係あるのかな。歯医者さんの話だとそうみたいね。翼の部族、そういえば最近は見ねえな。どういうことだろう。連中この山の上の方で暮らしてて、用がある時しか降りてこねえからな。へえ、そうなんだ。まあ行くってのなら止めないけど、最近この辺りには盗賊が出るからな。気をつけて行くんだぜ。ありがとう、おじさん。そこの噂してたら本当に出たね。うん、実にゴロツキっぽい格好じゃな。わーい、盗賊だ盗賊だ。き、緊張感のねえ連中だな。まあいい、有金まとめておいてきな。やだ、即答しやがったな。舐めやがってこのクソガキ。盗賊なんかに負けるほど弱くないんだよ俺たち。
くそ、やっちまえ。待て、なんだ。待ちたまえ、争う子羊たち。世界に必要なのは愛なんだ。あ、さあ俺の歌でも聴いて気分を落ち着けたまえ。ラー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 、うわー、ルールールー、うわー、ルーララララ、うん、なんて下手な歌なんだ。いきなり何しやがる。君たち、愛が足りないよ、愛が。そもそもお前は何者だ。俺、通りすがりの美形キャラさ。争いは不毛だよ、世の中愛と平和さ。自分から攻撃しといて何言ってやがる。攻撃？違うよ、これは愛の無知さ。さあ歌おう、愛と平和の歌を。ラララララ。ううこいつ何しやがる。やめろ。坊やだし、加勢するよ。ありがとう。なに、芸術を介さない者には鉄槌が必要だからな。なんだと。おい野郎ども、へい。ん、まだこんなに哀れな子羊。やっちまえ。くそ、今日のところは見逃してやる。大丈夫だったかい、君たち。ありがとう、お兄さん強いね。強さなんて虚しいものさ。それよりも、そこの美しいお嬢さん、お怪我はありませんでしたか。それはよかった。しかし、意外なところに怪我をしているかもしれない。ふくよかな胸だ。キュー、なんなのよこの人。翼があるの。じゃあ翼の部族の人なんだ。おそらく。いってってごめんなさい。いや気にしないでください、綺麗なお嬢さん。お前は誰なのだ。俺か。俺はさすらいの吟遊詩人。吟遊詩人？吟遊詩人？人呼んで愛の歌うたフィルスト。熱はないようなのか。何するんだ。うわー、翼なのだ。いいから降りなさい。改めて、私はサイヤ。俺、アディ。わしはモーという。ダディだよ。似てる、フェリシア。ん？どうしたのだ。ごめん、なんて言ったっけ、名前。ダディなのだ。ラビ、ラビ。ん？で、君たちはこの物騒な山をどこに行くつもりだったんだい。翼の部族の集落に行くんだよ。なんでまた。アーティファクトがなんとか。アーティファクト。なるほどね。予知者アイシャ様のことは聞いたことない。死者だというなら案内しないわけにはいかないね。ありがとうございます。いやいや、
可愛い女の子ならなおかさ。にゃ。もうちょっと大きくなったらね。くすぐったいのだ。俺は可愛い男の子もまあ嫌いじゃない。なんだよ。さ、こっちだ。はぐれるなよ。お疲れさん。ずいぶん高いところにあるんだね。俺たちは翼の部族だからな。空に近い方が落ち着くのさ。お兄様はここに来たのかしら。俺は結構村を開けてるからわからんが、長老ならご存知だろう。長老。おお、フィルス。またどこぞをほっつき歩いておったのか。予知者アイシャ様のお使者を連れてきたんですよ。サイヤと申します。これを。行くの？堅苦しいのは苦手なんだよ。俺は一足先に追い止まするぜ。俺も外に出たいな。おお、お前さんたちがタリス殿の言っておった。お師匠が来てたの？タリス殿か。確かにここに来たい。あんたたちと入れ違いだったな。それでお師匠はどこに？もうおらんよ。アーティファクトを確かめるとまた旅立っていった。お前さんは？アディ、パリス師匠の弟子だよ。おお、お前さんが。お師匠、俺のこと何か言ってた？元気のいいバカだと言っておったの。ひどいや。それでアーティファクトテッラは？ああ、それは安置所に保管されておるよ。部族の戦士たちがいつも守っておる。なら安心だね。そうね。なんだ？敵襲です。何者かがアーティファクトを。サイヤ、モーさん。待って、ラビーも行くのだ。歯ごたえのない連中だぜ。くそ、こいつら何者だ。大丈夫、助け立ちするよ。おい、この前のガキ、なんでこんなところに。あの時のフォーカマー。人聞きの悪い奴だぜ。ちょうどいい、やっちまえ。あの子、この前の。またお前か。節野郎、お前もいたのか。勝負だぜ。よかろう、来い。アディ、やっぱりアディだ。バニティ、なんでこんなところに。アディってあんたのことだったの？え？ダメ。バニティ泣いてるの？おい、バニー、どこ行くんだ。兄貴、ごめん。バニティ、なんで。なんだ？アーティファクトが。任務完了。撤退する。しまった、こいつらは陽動か。JP の野郎か、横取りしやがって。野郎ども、引き上げるぞ。待て。アーティファクト取られちゃったね。アディ？
どうしたの、アディ。泣いてた。泣いてた。だって、泣いてたんだよ、あの子。あの子って?なんでもない。アディボー、サイヤ。モーさん。長老がお呼びじゃ。はい、今行きます。ほら、アディ、ぼーっとしてないで。うん。せっかくの忠告だったのに、すまんの。そんな、俺たちこそ役に立てなくて。タリス殿からも気をつけるように言われていたのにの。お師匠、そうだ、長老。お師匠はどこに行ったか知ってますか？青の集落へ行くと言っておったが。青、海ね。俺たちも追おう。うん。気をつけて行かれよ。黒の同士の手に落ちたか。しかし、使えるはずもないアーティファクトを何故。見失ったよ。お前ほどの男が見失うとは、なかなかの手だれじゃな。皮肉か？いや。本気のお前から逃げ切れるものなぞそうはなかろう。ホークアイ・フィルス。やめてくれ。そんな肩書きは5年前に捨てたんだ。5年前か。お前が本気になれないのはあれのせいじゃろ。まだ忘れられんのか。なあ、長老。旅に出てもいいか。さっきの子供たちの手助けか。お前の妹と同じくらいの年じゃったからの。よかろう、許可する。あの少年たちに同行してアーティファクトを取り戻してこい。感謝する。金の翼がお前の旅を守るよう祈っておるよ。でも、あのフィルスさんって人、ちょっと変わってたね。強いけど、変な人だったね。でも、白い羽は綺麗だったのだ。面白い男ではあったな。おーい、フィルス。フィルスさん。フィル。俺もついてくよ。お前らだけじゃ心配だ。いて。そんなこと言いながら変なところ触らないでください。ヒルスのエッジ。ルーク様、お待ちください。あんまりやろうか。どこ行きやがるんだか。冷たい感じの人だよね。バニー、あいつにあんまり近づくなよ。なんで？あれは人殺しの目だ。それを言うなら、私たちだって。お前にはわからんか。あれは虚無を持った人間の目だ。恐ろしいんだぜ、ああいうのは。兄貴がそんなこと言うなんて。戦えば俺が勝つがな。もう兄貴、自信過剰だよ。この前だって強い奴がいて勝てなかったって。おお、あの牛野郎か。見てろよ、次は俺が勝つ。戦うのは嫌なんだけどな、私。なんか言ったか。あ、なんでもない。あ、水切れちゃったね。
ガブガブ飲むからよ。ごめん。私組んでくる。ちょっと前に泉があったよね。俺ついていこうか。いいわよこれくらい。じゃあちょっと行ってくるね。気をつけていくんじゃぞ。はい。ある。大丈夫か？ありがとう。あなたは？誰でもいい。油断するな。怪我をしているな。貸してみろ。ありがとうございます。この辺りは魔物が多い。気をつけることだ。うわぁ、かっこいい人。私、サイヤって言います。無口な人ね。夢で、お前のことを見たことがある。え？何を突然言ってるの？この人。いや、何でもない。寂しそうな目。あなたは？ルーク。ルークさん。あ！ああ、いたいた。サイヤ、どうしたの？遅いから迎えに来たのだ。ん？怪我をしているな。どうしたの？実はね。親切な人がいたもんだな。結構素敵な人だったよ。サイヤ、赤くなってるのだ。ほう、サイヤがの。もう、何言ってるのよ。ひどいや。口は災いのもと。なんラビーは賢いな。ん？気をつけろ。うん。殺気だね。こんなところにいたか。お前は！貴様、盗んだアーティファクトを返してもらうぞ。くっ！貴様には用はない。翌人よ。私が用があるのはお前だ、少年。俺？一緒に来てもらおう。我が主がお望みだ。やなこった。誰が強盗の親玉のところになるか。分かった。力づくということだな。行け、獣たち。みんな注意して。来るぞ。なかなか手慣れているな、戦いに。もうおしまい。じゃあ今度はこっちから行くよ。来たか。あなたはさっきの。お前は誰？俺、こいつに会ったことがある。お前がアディか。そう。お前は、俺だ。頭の中で、声が聞こえる。俺とお前は、同じコインの裏表。どちらかが本当なら、どちらかが嘘なのだ。何言ってるんだ。俺の名はルーク。お前の命をもらいに来た。なんだって。死ね。やめて。邪魔だ。
女に守ってもらわなくては戦えないのか、アーディ。みんな、手を出すな。いい覚悟だ。行くぞ。マーシュスイテイラーよ、我に力を。なかなかやるな。逃げるのか。このままやれば共倒れだ。また機会を改めるとしよう。待て、あいつルークって言ったな。何なんだ一体。ハディ、大丈夫かなのだ。大丈夫か。手強い相手のようじゃったな。うん、大丈夫だよ。サイヤルーク、サイヤ。何アディ、どうしたの、ぼーっとして。なんでもないよ。変なサイヤ。ルーク、助けてくれたのに。ルークか。お前の片割れを倒せなかったようだな。直接見たのだろ、あの少年を。ああ。お前が持っていなかったもの全てを持っている。だが俺の方が強い。そうかな。楽しみだな、あの少年が全てを知ってなおあのままでいられるのか。そうなる前に俺が殺す。そしてお前に返してもらうぞ。それが条件のはずだ。そうだったな。アーティファクトアクエレ、奪ってこいということか。察しがいいな。連中がそこに向かっているということだ。そうだ、わかった。因果の話だな。同じコインの裏を持ってか。違う、これは私の意志だ。お前とは関係ない。出て行け、私の中から出て行け。大したはしゃぎぶりじゃのう。こいつら結構世間知らず。二人は森から出たことがないって言ってたのだ。なるほどね。しかし海を見てあんなにはしゃぐ気持ちはわからんな。お、海は嫌いなのかね。いや別に嫌いってわけじゃないが。嫌そうな顔をしてるのだ。泳げないんだよ、俺は。おう、びっくりなのだ。びっくりだろ。何でもできそうに見えるのにの。泳げない、この悲しみを歌にでも歌おうか。ルルルル。せっかくのいい歌なのに。フィル、自分がオッチだって分かってないのだ。何やってんのさ。何？賑やかね。
いや、芸術の鑑賞会を。芸術？おお。ヴィルスの歌だね。いいな、ヴィルスは歌えて。おお、アーディ、心の友よ。この中では君だけだな、芸術を理解できるのは。そういえばお兄様、アディの教育って芸術方面抜けてたわよね。それはそうと、青の集落ってどこにあるんだろう。この町の沖合、海の向こうって聞いたけど。じゃあ船がいるな。泳いで行けば。ああ、船を出してもらうとするかの。すみません、船を出してもらいたいんですけど。船、ちょっと出せないな。なんで？船ならあるじゃない。最近は海が荒れていてな。だって船に乗らないと青の集落には行けないんだよ。って言われてもな。なんとかならんものかの。すまんねえ、こればっかりは。俺だって命が惜しいんだ。静かな海に見えるんだかな。海は静かなんだがね、モンスターが出るんだよ。悪いが他渡ってくんな。どうする？船が出せないんじゃいけないな。ピルスさんなら飛んでいけるんじゃない？俺の羽は海鳥の羽なんだよ。水に落ちたら沈んでしまう。ピルスさん、もしかして海が怖いとか？誰にだって苦手なものはある。ピル可愛いのだ。そりゃどう思う。でもどうしようかしら。おいしい。やっぱり港町だけあって魚がおいしいね。もうアディ言ったら。アディ、お前本当に食い気優先だな。もうちょっと落ち着いて食えんもんかね。ん？ああ、ラビーはいいんだ。気にしないでいっぱい食べるんだよ。食べるのだ。ひいきだよ、フィルス。当たり前だろ、女の子だぞ。あう。やれやれ、にぎやかなことじゃな。アーディ、よそ見しない。こぼれるでしょ、あの子。ん？美味しそうな料理であるな。財布を忘れたのは痛恨の珍事であった。わらわともあろうものが不活であった。しかしお腹が空いたの。よだれ垂らしてる。よっぽどお腹空いてるのね。そうそう、おいでよ。わらわを呼んだか？お腹減ってるんでしょ？一緒に食べない？うむ、特に同席を許すぞ。なんか態度の大きい子だね。そうね、ちょっと変わってるかも。俺はアディ、君は？わらわはシーファという。私はサイヤ。フィルスだ。ラビー。もうじゃよ。うむ、では地層になるとしようかの。うむ、うまい、うまいぞ。うわぁ、よく食べる女の子だな。もぐもぐ。うむ、それはラビーの分なのだ。細かいことを気にするでない。気にするのだ。
お返しなのだ。まあまあ、そんなに熱くならないで。うるさい。ノーク。めちゃくちゃだ。お客さん。ごめんなさい。全部食べられなかったよ。お前はまだいいぞ。俺なんざ、服がソースまみれだ。お店には悪いことしちゃったわね。やれやれ。どうするこれから。そうね、とにかく今は青の集落に行く方法を考えなくっちゃ。うん、だが船以外で行く方法となると。青の集落？お主たちそこに行きたいのか？一般の礼もあることゆえ、案内してもよいぞ。だって船が出せないって話だよ。船に乗らずとも行く術はあるのじゃ。どうやって？それは秘密じゃ。他に方法もないし。案内してもらおっか。濡れないで行けるなら何でもいいぜ。今一つ信用できないのだ。これこれ。よし、それでは今晩海岸に来るがいい。本当だと思う？今の話。嘘をついているようには見えなかったけどな。まあダメ元で言ってみたらどうじゃろう。遅かったの。だって夜としか言わないんだもの。海だよ。海ね。やっぱり泳いでいくの？普通なら船か泳いでいくしかないがの。今宵は満月、この時間なら。海に道が。潮の満ち引きが普段は海に隠れている岩場を晒し出すのじゃ。あまり時間はないぞ。早くしや。はぁ、面白いな。ぴょんぴょん。あんまりはしゃぐと落ちるぞ。わしはこういうのは苦手じゃの。そこ滑るから気をつけて。大丈夫？ほら捕まって。うむ、特別にわらわの手を取ることを許すぞ。君面白いね。なんじゃ、そこは笑うところではないぞ。無礼なやつめ。あ、こいつら。町で船乗りの人が言ってたモンスターね。来るぞ。あまり時間をかけると海の道が閉じてしまうぞ。危なかったね。あともう少しじゃ。へえ、島の中の洞窟なんだね。変わってるのね。洞窟の中なのに明るい。光時計のせいじゃな。巫女姫様、よくご無事で。うむ、大儀であった。姫様？これが？無礼な。これとはなんじゃ。これあなた方は？姫様を送ってくださったのですね。ありがとうございます。ダメですよ姫様、また買い食いに出ておられたのですね。うう、
じゃありません。青の巫女姫様ともあろうお方が、なんでそんなに町の食べ物がお好きなのですか。魚ばっかりでは飽きるからの。姫様。ああ、悪かったと思っておる。許せ。なんか偉そうな謝り方だな。そりゃお姫様ですもの。人は見かけによらないのだ。だな。してお主たち、ここには何用があって来たのじゃ。それはですね、なるほど、愛者というもののことは伝え聞いたことがある。アーティファクトが狙われているとな。この前いらしたタリス様も注意するようにおっしゃっていました。はて、そのようなことあったかの。姫様は町に買い食いにお出かけで。ああ、やっぱりお師匠来てたんだ。しかしにわかには信じられぬの。アーティファクトを狙う者がいるとは。でも実際翼の部族のアーティファクトは奪われちゃったんだよ。下せんな。アーティファクトは決まった守護者にしか動かすことはできぬ。奪っても使えないでは仕方ないだろうに。まあよい、とりあえず青のアーティファクトは無事じゃ。一応確認しておくかの。お主らも見るか。ああ、見たい見たい。アーティファクトテーラーは結局見られなかったもんね。ではついてまいれ。見るがいい。へえ、これが綺麗なものね。宝石みたいなのだ。アーティファクトって言ってもいろいろあるんだな。テーラーとは違う？ああ、俺の部族が守っていたアーティファクトはこんなのじゃなかったな。すべてのアーティファクトの中で最も美しいと言われているアクエレ、我が部族の宝じゃ。姫様、いかがいたした。何者かがこの集落に襲いかかってきてございます。姫様はお逃げくださいませ。フィリス、モーさん。ああ、うん。敵ね、やっつけてやるのだ。わらわも戦うぞ。ここはわらわの土地じゃ。狼藉は許さぬ。ここにいたか、アーディ。お前はルーク。アーティファクトを奪うついでも殺してやる。お前も苦労の同士の手先なのか。さてな。だがお前の敵だということは確かだ。ルーク様、お気をつけください。ティア、アンズラ。ティア、俺あの人見たことがある。ルーク、やめて。私を助けてくれたじゃない。なんでアディを狙うの。サイヤだったか。これは宿命なのだ。夢。そうだ、夢で見たんだ、あの人のこと。真っ暗な部屋であの人が優しくしてくれた。アーディ、何をぼっとしてるんだ。来るぞ。アーティファクト、アクエレ、もらっていくぞ。愚か者め、アーティファクトは先代の青の守護者によって封印されている。機動資格者のわらわによってしか取り出せないのじゃ。機動資格者。お前が新しい青の守護者か。バカな。くそ、アーティファクトを返せ。離せ。
アーティファクトが光ってる。何？どうなってるの？アーティファクトが起動したか。あれ、わかるよ。これの使い方。北条の海を滑るアーティファクトアクエレオ。我に横島の心を持つ者を。アーディ、アーティファクトを使うつもりか。リークさん、危険です。引くぞ、ティア。退ける力を。一体、今のは？アーティファクトの力じゃ。アディが、やったの？俺が。お主、何者じゃ？姫様、大丈夫ですか？大事ない。皆はどうじゃ？はい。大した被害はございませんでした。アーティファクトは、大丈夫じゃ。これらのものの活躍で無事であった。ありがとうございます。旅のお方、わらわからも礼を言う。そんな、ねえお礼なんていいよ。しかし困ったな。何が？ここの守備ではアーティファクトを守りきれないことがはっきりしてしまった。姫様、結界を無効化できるものがおるとはの。どうしたものか。それなら俺たちがアーティファクトを守ろうか。アーティファクトをお主たちに託すと。ダメかな。少なくともここに置いていくよりは安全だと思うんだけど。手紙によればお主たちはタリス殿の縁者でもあるとのこと。信用はできようが。お師匠に縁があると信用できるの？それはそうじゃ。なんといっても緑門のタリスといえば。シーファ殿。なんじゃ？その話はまた後ほどにできんかの。何やら異彩ありげじゃな。よかろう。アーティファクトをお主たちに預けよう。本当？その代わりわらわもお主たちに同行する。はい、姫様。アクエレのそばをミコが離れるわけにはいかんからの。それはそうですが。何、大事ない。お前たちはここの修復に全力を尽くせ。でも危のうございます。危ないのはどこにいても同じじゃ。黒の同志とやらがいる限りはな。わかりました。護衛のものはいかがしましょう？いらん。この集落で最強の魔法使いは誰じゃ？姫様でございます。であろ。小野神くらいは自身で守ってみせるわ。というわけでよろしく頼む。じゃあ今日から仲間だね。よろしく。頼りにしておるよ。よろしく魚。よろしく。なに、誰が魚じゃ、この獣。ちょっと先が思いやられるね。で、これからどうするの？とりあえずセルリアに戻ってみようと思うんだ。歯医者様に会えるのだ。うん、今後のこととか聞いておきたいしね。俺がなんでアーティファクトを使えたのかな。アディ、難しい顔してるよ。そう。アディ、無理すんなよ。ありがとう。じゃあ行こうか。アルダード。なかなかやるな、仮面野郎。
お前を排除するようにとの命令だ。できるかな、お前ごときに。アルダード。大体仮面ってのが間違ってる。俺みたいな美形がそのあまりの美しさを隠すために仮面をかぶるならまだわからんでもないが。お前を殺しシルバリデを奪う、これは私の使命だ。哀れな、言われたことを実行することしかできない人形か。ベルザード。お前では俺には勝てん。そのままでは無駄死にだぞ。死？わからない。 JP 引けは。ウルラスか。さすがにシルバリデの結界は強固だな。当たり前だ、お前に合わせて特化したからな。他の誰が入れてもお前はこの結界には入れん。そしてこの世で俺と互角に戦えるのはお前だけだ。相変わらずの自信家だな。ウルラス、なんでこんなことをする。タリス、今の私は黒の同志だ。黒の同志。昔のお前とは違うということか。今も私は変わらん。願いは一つ、世界を守ることだ。今のお前を見たら、アイシャも悲しむぜ。言うな。まあいい。お前が野望を諦めるまで、俺はこの結界から出ない。シルバリデの結界、確かに厄介だが、お前をそこから引きずり出す方法がないわけでもない。なんだと？楽しみにしているのだな、我と直接会う時を。ウルラス。